西浦山地は、静岡県の駿河湾大部の海岸沿いにある山並みの、総称。近年では、北端のカヌキ山から、太平山周辺までの山域を、地元の登山愛好会が、沼津アルプスと命名し、この名も定着しつつある。この山地には、シーやカシ類の常緑紅葉樹林が分布し、特に、ウバメガシの純林は日本では北限にあたり、 貴重な自然環境が残されている。西浦山寺は伊豆半島の北西部の付け根に位置する。西浦山寺は白浜草群と呼ばれる地層で構成され、これは西那草群、湯ヶ島草群に次いで伊豆半島で3番目に古い地層である。この白浜草群のほとんどはおよそ1000万から200万年前の海底火山の噴出物とそこから削られた土砂が近くの浅い海底に 溜まってできた地層からなっている。西浦山地は、それらの海底火山が、フィリピン海プレートと、本州側のプレートの衝突によって隆起し、侵食が進み現在の複雑な姿となったのである。なお、西浦山地の東には、田平野があるが、約6000年前の縄文時代には、関心よの気候再温暖期による、縄文海進のため、海面が現在よりも、数メートル高くなり、 伊豆の国市の旧伊豆長岡町付近までは入江で、小狩野湾を形成していた。地形図文字なし左下は、ダルマ火山の山体北から、駿河湾越しに西浦山地を望む、左端の森のように見える箇所は、牛伏山、中央奥は、箱根山、丹那山地より見る西浦山地下抜き山から、太平山までの五山七峠の山域のことで、標高が400メートルにも満たない低山にもかかわらず、 鎖場も多く起伏に富んだ登山道があり、また、駿河湾や富士山を望める継承のために、登山愛好家に人気がある。登山家である、岩崎元の新日本百名山に、沼津アルプスとして百座中二番目に低い標高ながら、選出され、遠方の者のにも知られるようになった。各、峠へつながる山道が多く、体力を予想以上に消耗した際に、 途中で下山できる利点があり、安心して登山を楽しめる山域といえる。上記の小山七、峠を越え、太平山から東に伸びる尾根にある、大嵐山と末端の茶臼山まで続く山並みを、俗に、奥沼津アルプスと呼ぶ。狩野川と上山大半の登山者の執着地となる、大嵐山の山頂は、木、森山公園として整備されており、東方向の眺めに優れる。 大嵐山から太平山へと歩く際は、火、森山公園にある展望台から西に伸びる尾根を進み、林の一番奥にある公園全体を仕切る義木の柵の切れ目が登山口である。なお、茶臼山から大嵐山方向への登山道は、仮の川に架か,かる石道橋から二百メートル程度離れた道沿いの山の斜面にコンクリート舗装された狭い歩道を登っていくと取りと、 祠があり、そのすぐ手前に、登山道がある。狩野川の脇から上山に登り、葛城山を越え、発端上山を経て、駿河湾に至るコース。葛城山にはロープウェイがあり、この山の頂上が出発地及び到着地となるコースも可能である。なお、岩肌が露出する箇所があり、周東山や上山では、ロッククライミングを楽しむこともできる。 聖浦山地の東に流れる仮の川河川敷より、右に、奥、沼津アルプスの茶臼山と、大嵐山、かヌきさんは、隠れて見えない。ありがとうございます。